自己紹介をお願いします。はい、東京 IT プログラミング&会計専門学校 AI ビジネスコースの2年、中島未来です。中学生、高校生の時はどんな生徒でしたか？はい、私は周りと比べると少し静かな方だったのではないかなって思います。この学校を選んだ理由、入学を決めた理由についてお聞かせください。はい、この学校では他の学校ではなかなか学べないような AI について勉強ができたのと、高校の時の資格を使って授業料免除なども使えたので選びました。1年生の時はどんな学生でしたか？はい、上京して少し楽しく、ちょっと浮かれ気味だった部分もあったかもしれないんですけれども、さまざまな場面でリーダーなどもさせていただいて、今までよりも明るく楽しくできたかなと思います。卒業後の目標を教えてください。はい、私は卒業後就職してエンジニアとしてもう少し知識などを深めつつ働いていけたらと思います。高校生へのメッセージをお願いします。はい、今過ごしている高校での生活も楽しみつつ、専門学校もすごく楽しいところなので、進学後も楽しみにしていてください。